日。今日も一人です。もう結構慣れてきたんでいいんですけど、おはようございます。なんかね俺がねさっき今日ちょっと軽く寝坊したんですけど、遅刻しちゃやばいなと思って、始まらない。今日は何の話しましょうか。何でもいいんですけどね。なんかこう誰かおればこう会話が生まれるんですけど。貯金とかいくら？いきなり貯金はないですよ。僕こっち来た時は。所持金200円ですね。で夜行バスのチケットだけ取ってきて、でこう行く前になんか友達が見送りに来てくれてて、で俺も基本的にお金の使い方荒いんで、お金お前持っとらんって言われて財布の中パッて見せたら、まあ200円、お前さすがにそれで東京はないやろっつって3000円くれましたね、友達が。でまあこっち着くなり、ボーイやってたんで、夜の人の生活パターンが大体わかるんですよ。でまあ5時半6時ぐらいこっち着いて、でいきなりまあ電話しても絶対寝とるなと、面接の電話しても絶対寝てるなと思って、まあ昼までネットカフェ時間潰そうと、そこで大体もう3000ほぼなくなりますよね、ご飯食べて。で12時ぐらいに連絡してね、もう入るって言われたけど、もう入るしかないよね。そうで、まあお金ない状態で1日働いて2連休に入るっていうね、もうお金ないからどうしようみたいなびっくりした。2連休ね、普段なら普通ならね喜ばしいことやけど、どうしようと思って俺びっくりしましたよね、本当に。まあなんとか今に至りますけど、食いつないで。結構ね計画性のない人生を歩んできてるんで量入れてもらいました、ね、結構今までいろいろガタガタした人生やったんでね。そうそうそう、もうね、なんでしょうかね、なんか俺のダメなとこなんですけどね。なんか現場仕事やっとった時なんて、まあ給料大体手取りで25万ぐらいもらえるじゃないですか。でもらって、もう結構物欲とかもすごいんで、服買ったりもうなんやかんやってバーって買ったら、飲みに行ったりっつって、給料日4日目にして給料がもう残り2万とか、これやべえなと思って、もうなんで夏の現場仕事で俺山の岩肌のなんかこう飛び出とる岩をはつる仕事やってたんですけど、びっくりしたー。ちょっと待って。見
たら京ちゃん一人で出てるから。びっくりした。どうもこんばんは。髪がすごいよね。お店のゆずき部長です、はい、先輩です。びっくりした。京ちゃん本当びっくりした今。昼の部はねちょっと初めてなんですけれども鳥肌立った。すみません、ナンバー入ったら出ちゃいけないって言ってナンバー入ってるんですけど。いつもなんか見てくれてて心配してくれてるんですよ。いつもコメントするんですよ。なのに今日拾ってくれないんで。いやいやいや、まぁ、あ、ちょっと分かんなくないですかこれ誰が。あのね、ちなみにこっちでコメントしてるの。あ、このこっちがアベマ TV の方。おー、よく来てないけど。あ、コメントがね少ないね。もともとゆずきさんのあれですよね、おかげで出てるみたいな感じ。そうね、そうね。びっくりしました。今日の夜ですね、火曜日の夜中にいつも、ブレスってお店とルシエルってお店が放送してるんですよ。もうね、毎週ベロベロなんですけど。営業終わりですからね。今ね、今ベロベロだよ。ナウ、ナウですか。マック食べたいなと思った時になぜかいつも、まあ、京介結構仲いいんですけど、マック食べたいなイコール京ちゃんに買ってきてもらおうと思ってしたら、あ、ニコ生だって思い出して、で見たら一人でやってるから、まあ、ありがたいです。来ました。いつか出てやろうと思ってたんですけど。見てますよ。あ、コメントちょっとちょうだい。そう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 、ゆずさんもまさかの登場ね。だ、人気者ですからね。ちょっとなんかこう並ぶと顔のでかさがすごいね。顔でかいね。でも髪明るいね。髪こう見るとすごい明るいですよね。あれで無理しないでさ、ちょっとあれで。はい。あ、そういう感じですね。ちゃんビール好きなんだって。え、ちなみにゆずさんも久しぶりに見た。俺も久しぶりで、あのビールって冷たいのと、ぬるいのどっちが好きですか？ぬるいのですよ、それはね。聞いてる、言うなよ。それはさすがに。え、どっちが好きですか、ビール。冷えてる派、ぬるい派。とりあえずガリガリに痩せたらかっこよくなりそう。最近よく言われます。いただきます。ちなみに俺ちょっとこれ開けてよ。これは金派なんですけど。え、ね、ぬるいビール美味しいと思うでしょ。いや、だって違うんですよ。あの、一杯目は冷たいのがいいんですよ、実際。ビールは嫌い、そもそもな。味が、あの、分かるんですよ、ぬるいと。冷たすぎると分かんないですよね。そう、京介ぬるい派なんよ。てか、なんで京ちゃんしか出てないの。分かんないです、ちょっとやる気ないんですかね。肝だって、肝。肝ってやばくないですか。思うけど、早く売れろよ、早く売れて抜けろよ。この枠誰もいなくなりますよ。いや、それがいいでしょ。氷入れたいよね、ビールね。ビールに氷なんで入れるの。アイスビール食べますよ、ね、そう、俺基本的にアイスビール派なんですけど、うん、冷たくなきゃ美味しくないもん。はい、喉越しとかありますよ。はい、よ、早く売らしてあげて。アイスビール薄くなるんだけど、早く飲んじゃえば薄くならないからね。それ間違いないです。はい、乾杯。いただきます。どうしたの、泡めっちゃ出てる。すっごい変な泡の出方してる。まさかにってなんだよ。あったかいっすね。なんかあれですね、優しいリスナーさんが多いですね。ホストは入れるよね。でも確かにそうだね、居酒屋とかでね、あのアイスビールとか来たらなんかね、ちょっと切れます。京介嬉しそうだって。そうなの。いや、嬉しいっすよ、実際。孤独で孤独連で来たと思ったゆずきさんってね。しかも勝手に来ちゃった。どうせ多分電話しても出ないだろうなと思って勝手に来ちゃった。あ、俺意外とちょっと、いや、なんかツルトンタン行こうと思って、そしたらなんかすごく並んでたから、はいはいはい、でマック食べたいと思ってマックで京介思い出した。ツルトンタンからマックなんですか。なんか月見バーガー出たでしょ。あー、31に出ましたね。そうそうそう、前さ言ったじゃん、月見バーガーね、食べたい。でも顔すごく薄いね、いつもか、もともとか。マックイコール京介、マックイコール京ちゃんっていうか、なんか昨日もね、一緒にね、あの韓国料理食べに行ったんですけど、食べました、いただきました。マックっぽいってだいたい誘おうとしたらキョウちゃんが多いかな。おマックあんまり食べませんからね、俺米派なんで。そう、じゃあ二度と。いやいや、それはなんか違いますけど。痩せろ、痩せたらじゃあ何してくれんの、キョウちゃんに対して。まあ、シャンパン。あ、ヘルシーなの、確かに食べさせなきゃいけないよね。痩せろって言いながらめっちゃ食わせるっていう矛盾ね。昨日米食べてないんですか。指名で行く、痩せたら指名で行くって。ほら、何キロ、何キロ痩せた。シャンパンくらい入れてやろうって。めっちゃいい人やばいじゃん、もう痩せるだけで。そんな痩せてほしくない。そうなんだよね。そう、でうまく
ていかないのよ。痩せても欲しくないのと、いるんすよ。15キロ痩せたって。15キロ痩せたら今もう俺、65ぐらい。でもなんかそのライズアップ企画的なさ、ね、やってもいいと思うよね。毎週どうせ出るでしょ。だってここ近々で売れる予定ないでしょ。だってもうライズアップ企画1ヶ月、2ヶ月ぐらいやってさ、やったらいいじゃん。60キロぐらいまで落とせたらドンペリ行く？行く？なんで質問なの？俺やるみたいな、俺入れるみたいになってます。確かに。逆に行かなかったらおごりねみたいな感じ。なんかこう毎週この LINE の横にこう体重が表記されるみたいな。あ、いいじゃんいいじゃん。座ったらもう体重計設置されてるから。60まで行ったらタワーする。マジかよ。え、今何キロ？俺今79か8です。79ってことは18、約20キロぐらい痩せなきゃいけないの。うわ。ね、漢方薬ね、なんかね、俺もあれ見たの。なんだっけな。ちょ、寝ていい？寝て、え？急に？なんだっけ、なんとか通称じゃない、なんとか、なんだっけ、漢方があって、通称性防腐暴風通商さん、そう知ってる、さすがー、すげー、そうリスナー頭いいっすね。暴風通商さんね、そうね、通商さん言えてる。誰だよ。それ何なんすか、何があるんすか、それ。あのね、漢方で、あのね、落とすのよ、脂肪を。あ、なんか溶かしてくれるみたいな。うん、なんかそんな感じ。あ、はい京介土曜枠に移動、電撃移籍して、その心は謎かけ。え、ナイシトールっていうの？俺ナイトシールかと思ってたんだけど、ナイシトールっていうの？ナイトシール夜のシールピッてね貼っときゃ嫌なの。京介土曜枠に電撃移籍して、猫とかけまして、ナイシトールでナイトシールかと思ったら本当に待って、どういうこと？ポイズンも待ってるよ。ポイズン待ってるね。ああ、なんか一回一緒に出たんすよね、ポイズンさんと。ポイズンじゃないですけど、なんか そういう毒の抜き方とかして。え、リスナーさん、ちょっと正直に聞くよ、キョウちゃん面白い？ちょっと絶対つまらんやん、これは。でも需要があるから、ちゃんとこう、まあ、まあ、ね、ある程度のこうコメントは ID とか見れるんですけど、今ここからキョウスケ結構ツボ。うわ、キョウスケ結構ツボ。うわ、しゅい、キョウスケ好きだよ、面白いよ。優しいね。最近なんかつまらんくなったってよく言われますけど。いや、もともとだから大丈夫。最初は面白くないと思ってたけど、ハマった。この感じがね、でもブレないよね、あのゆるい感じがね。好きだけどいかない、痩せてない、濃い。あ、痩せたらね、じゃあ痩せたら。でもなんかあれですよね、酔っ払った時わりかしどうすか、痩せてるってこと？どういうこと？いや、酔っ払った時は結構言ってませんって思いたい。酔っ払った時いいなって思うけど、一瞬で冷めるから多いの、あの波が。なんかあんまりこの面白そうなピーク時点に行けない。いや、今日じゃ基本的にお酒は強いからね。酔っ払わないですよ、ウイスキーとかが太らないんだよ。ユウさんも来て本当に嬉しそう。本当に嬉しいの、そんなに嬉しいの、しょうがないの、毎週来てあげるから。それはもう嬉しいですよ、本当に。新人ホストが売れるまでって新人ホストみたいな。見守るみたいな。声のテンションが一人の時と違うもん。いや、本当暗いよね。暗いですか、普段どんな感じですか。だから先週とかもいつもあの、あ、4時でやってるなと思って、3分だけ見るっていう日課があるんですけど。まあ、ところどころいつもご飯の話してるから、超暗い話してるから。ご飯の話ばっかしはこんなになるんですね。時間過ぎるの遅いね。そうなんです、この時あんまりなんかこれ遅いんですよね。3分だけ見るの。だってコメントしても拾ってくれないから。バイユーズ聞いてるけど本当に俺なんですけど、なんかでも出ないんですよね、これ多分。いや、出る、普通に出る。出ます、今するよ。アベマ TV って分かります、みんな。なんかアプリの無料テレビサイトみたいな。時差あるからね。例えば最後まで見たことない。バーカとか言いますよ、バーカって。バーカってバーカとか表示されないのかな。あ、なんか NG 設定的な。あ、ほら来たよ。あ、ほんとや。さんまさん、明石家鶴瓶さんは重複
定で小枝さん何え何分からん小枝さん何急に何あ、今分かる最後見て見てまた分かる話し合うと思うだってつまんないだもんちょっと待ってつまんないだもん面白くなりたいあの CM 上げでめっちゃ面白くなってるから CM 振ってああ、待ってくださいじゃあもうめっちゃ面白くなるんで CM どうぞいろいろ考えておきますシャンパンコールしました女の子で、はいはいはい、コメント言いたくない子とかいるじゃないですかいますね、はい、カエルのメスそうそうそうその時に例えばギョちゃんが代わりに言ってって言うと、まあ、女の子の声で出そうとするじゃないですか頑張ってトーン上げてねその時の声がカエルのメスみたいな黒柳徹子ではなかったまあなんかリスってしまってるからねやってあー今日はシャンパンを入れました。これからも頑張ってください。みたいなね。ちょっと待って。牛ガエルが潰れる時みたいな顔してるでしょ。あみたいな。わかるなんか想像できます。シャンパンコール2人でやってシャンパン入れろよ。シャンパン入れなきゃもう最近僕マイク担当させてもらってるんで。いやそうね。気持ち悪いでしょ。気持ち悪いでしょ。もう引いたでしょ。ただの悪口じゃないですか。もう悪いよ。見ない方がいいよ。この番組。いや、リスナー減っていくやつじゃないですか、それ。だから、それだけど、危機感持った方がいいよ。なんか愛されキャラだし、ね、さっきもあったけど、そのなんかこんな感じがね、好きだって子が多いけど、番組としてのね。さっきまで株急上昇だったのに、急にドカンやね。もうね、リーマンショック並みのね。いや、なんかでも、なんかこう話す感じじゃないですか。俺なんかこう一発ギャグとかではなくないですか。でも元芸人なんでしょ。ちょ待ってそうです、ね、このリスナーさんあれ今日の、夜12時45分からゆずぽんはじぽんちょっとコメントしてくださいよ見てください俺これ出てるからあ面白さでも断然こっちですかこっちあそう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 酔い具合によるかなイヤホンガンガンゲームとかさやったの移動物屋やろうじゃああれにしようサイレントサイレントサイレントあれが笑ったら合格ね。始まってる？ちょっと、あの、モノボケとかの方がいいかな。俺の声めっちゃ好き、俺も好き。あ、スタートって言わなきゃいけない。じゃあ、モノボケがいい？モノボケの方がいいですかね。いいよ。よーい、スタート。1分だよ。モノボケするものある？するのもあるってなってるよ。かわいい。早くしろよ。ドゥン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 。違うか。違う。違う違う違う。ちょっと待って。あ、でも今笑っちゃった。笑っちゃった。もういいよ。やりたいな。ちょっとやりたいでしょ。もう顔真っ赤なんだけど。これとか結構反
測かもしれない。ちょっと待って、出てるよ、全然出てるよ。胸毛かわいい、そのポーズかわいいよ。そのポーズかわいい。中腰みたいな。いや、え、てかもういいよ、別になんか終わってるじゃん。もう笑ったし。ね、今ポーズが良かったよ。いや、笑ったから合格、なんだっけ、笑ったらなんだっけ、なんかあったっけ、特になんもないよ、ね、なんかファーストステージ、セカンドステージ、ね、笑ったら幸せってことだね。やばい、ちょっとなんか喋りとかのが好きですね、俺は。なんかこう、なんか滑らない話じゃないですけど。ちょっと面白い。あ、じゃあいいよ、滑らない話しよう。いいですか、芸人にならなくてよかったね。いや、これよく言われるんですけど。本当だよね、芸人はあらかじめ用意するするとった、いや、しますかね、台本があったりって。で、まあ、ちょっとじゃあ何か初めて最後まで見れそう。さすがだね、俺ゆずきさんパワーじゃないですか、ゴリゴリの。で、で、でもちょっとじゃあ話をしますか、なんか。あ、面白い、滑れない話、はい、行く。あ、いいよいいよ。じゃあ僕が小学校の時の話なんですけど、まあ友達、え、早く言って、もう全部落ちたから早く言って。ちょっと待って、そう、なんか段階があってのじゃないですか。なんで今日そんな顔赤いの。ちょっとなんか最近酔っ払うの早いんですよ。今日でなんかまったりしてるからさ。でも俺結構ゆずきさんに指名変えたい、だー、うん、やめた方がいい、やめた方がいいと思う。地獄に落ちるから、ね、え、なんだっけ、今日ちゃんでまったりしてて、俺結構結末をこう急ぐタイプなんだけど、早く喋れよみたいな。早く喋って。起承転結みたいなあるじゃないですか。あ、じゃあいいよ。まあ、じゃあ3分、1分。友達と鬼ごっこしてたんですよ。で、まあこう、鬼と、俺、友達2人に逃げてて、鬼がまたいたんですけど、で、ちょっとマンションの、このゴミ捨て場の上やったら、見つからんやろと思って、登ったんですよね。うんうん、で、結構高級なマンションで、結構でかいゴミ捨て場で、こう、登って、で、友達がちょうどなんか、こういう、なんか、クロックスみたいなサンダルを履いてて、で、こう、俺がこう、俺普通の靴でこう登って、こう隠れてたんですよ。そしたらいきなり友達、ふんって言うんで、何やって言って、パッて見たら、なんか高級な、ゴミ捨て場なんで、マンションの。電流がしてるんですよ。猫対策とかで、はいはいはい。で、そんで、その薄いもんで、クロックスが、バーンって踏んだ時に、ボルトが刺さって、そこに電流が流れてて、ふんって言って、その、ってこう、やばい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 ってなって、おい大丈夫かお前っつって、で、バーって助けて、で、そのまま、このゴミ捨て場から下ろしたんですよ。そしたら、この右の刺さった方のふくらはぎがちょっとビビビビビビビって、痙攣してるんですよ。で、まあ、不覚にも爆笑してしまったって話なんですけど。確かに、助け方でさ、感電してると触ったらさ、自分感電してるんじゃない？なんかうまくこう、服をこう、なんかあれしてみたいな。ああ、カバー的なね。いや、すごいね。初めて聞きました、あんな絶叫。刑務所みたいな。脱獄させねえよって言われるよね。びっくりしました、本当に。あんまり面白くなかった。なかなか、まあ、まあ、でもいっぱいありますから、ね。ぜひ聞きに来てください。感電してる時もやって。ドンチリリ。それそれそれ。そんなの出ましたもんね。それはちょっと面白い。ね、笑えないよね。いや、なんかまあそういうね、やっぱり話がいっぱいありますから、結構いろんな体験してきてますからね。ね、そうだよね、ゆうちゃん友達多いしね。なんか結構変人が多いんで、僕の周りだから結構すごい面白い。きょうちゃんと俺どちらエチうまそう？ちょっと待って、それはやばいっすよ。なんかアンケート的な。それはやめとこう、それはやめとこう。スクショで送られる。すぐニコ生送るから、毎週毎週。ここでこの顔送るってとこで。いやー、きょうちゃん、それはゆず様でしょ。あー、これ分かれてるよ、ゆずきさん。あー、難しいっすよね。絶対変態、きょうちゃんは変態じゃないと思うのよ。そうっすか。薄っぺらい。なんか俺、見せたい、見られたい願望あるんです。それはちょっと変わったとこかもしれない。それだけ、それだけですね。ね、変わったとこ。ね、確かに、すっごい薄っぺらいって言ったらすっごいコメント来たよ。薄っぺらい、薄い、確かに薄いかも。エッチにってことですか？エッチに、人としてね。なんすか、そのハリボテ人間みたいな。
そう、内容あ、コメントくれてるゆず様って偉そうだな、偉そうだよね、偉そうだよね。何を見せたいの、そう、何を見せたいの。あ、もうこういうちょっとね、いいだね。そうですね、まあこう、最中とか、ね、それなんて言うんだっけ、青缶。まあそんな感じですね、言ったら。そういうのが意外とちょっとね、ちょっとなんかカーテン開けてみたり。何を見せたいの、ハテナもない、何を見せたいの。ちょっと怒ってます。青缶まではいかないです。いやー、まあ車の中とか、まあ、あ、はいはいはい、はいはい、だってね、そんな歌舞伎町でゆずさんもすっぴんなの、いつもそうです、いつもと一緒です。そう、間違いない。ファンデーションとか塗らないんで。意外と少なくないですか、うち化粧する人。なんか嫌になった。別にやらんよ。青缶でしょ、しないよ。え、うん、最低だなお前。しません。だってさ、あれだよ、まあ、まあ田舎だったらまあいいよ、橋の下とかやってんじゃん、よく。いやいやいや、歌舞伎町で道歩いてて、いや絶対ない。AV の撮影じゃないですか、そんな。道歩いててやってんなと思ってパッと見たら京介だったらさ。そこまでサルじゃないですか。さっと2万円ぐらい渡してホテル行けよみたいな。誰がデブは見たくねえや。誰がデブやこら。ホテル代でね。ホテル代。ああ、さようなら、ほらほら。いや、いいちゃい、そういう、なんかいいなってだけ、別に実行はしない。でも確かになんか思ったのが、その従業員でどんな AV が好きみたいな話をするんだけど、はいはいはい、実際やらなかったとしてもレイプものが好きとか。あ、そういうのも多いですよね。で、よく聞くので、俺がすごく嫌いで、そういうのが、はいはい、無理やりみたいなのが。でも意外にそういうのが好きな女の子もね結構多いですよね。なんか自分から見たこの時間だからな、かな、顔薄いってすごく自分でもそうやって思うの。時間帯で顔の濃さ変わるの。違うの、寝起き。あと酔っ払い。あー、正規だよね。だよね、え、うん、誰が正規だよ。ね、じゃ予備軍じゃないんですよ、あの。あー、もう1分前、寂しい。早いっすね、最後じゃ。ゆずきさんこそ早い。ね、なんかね、ちょっと来週も出ようかな。今日の夜中コメントさ、してよ。ちゃんとしてください。あの、キョちゃんのやつ見たよってコメントしてくれたらちゃんと拾うんで。てか逆に今日やってほしいこと言って、何も決まってないから。あ、今日何も。ちなみに京介の好きなジャンルは。僕ですか。僕は黒ギャルですけど。え、と思うじゃん。いや、俺地上もの好きだから。12時45分です、夜中の。営業終わって。一番黒ギャルはないわ、もう否定的な子一人絶対。現実でないものを見るわけじゃないですか。はい、そういうことです。黒ギャルなんてもういないもんね。絶滅危惧種だもんね。ね、任して、任して、任した。もうほら、もうこう。ドン引き。やってますか、ちゃんと。一個見てください。一個。一個黒ギャル、ギャルじゃないでしょ。ババアじゃないですか。来週も。ババアだ、ジジイやる。あ、ジジイや。ババア。わなわな。でもなく黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ笑っていたのさっきまで伝い込んだ仮面をやめ腹くだり紛れ込み死んでしまった順序ましてや無情なこの溺れているんだよ息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力か。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を